目も大事だわ、しますわ俺の曲、今でもよく出てきますよ、このパターン涙もろいからね、うん、自分の歌で泣くのが一番最悪じゃないですか<う>、はい、サイド B はい、サイド A はありがとうございましたもうはいはい楽しすぎて <laughs> サイド B あれ話すことありますかねやりますよたくさん <laughs> いっぱい語ってください <laughs> よろしくお願いします,しお,しますお座りください、はい えー、まあ歌ったりするのは好きは好きでしたけど、はい、まあそれテレビ見てね、はい、西城秀樹さんとか、はい、ジュリーとか、はい、それ好きだったんですけど、はい、10歳ぐらいの時にいとこの,のところにギターがあったので、はい、それを触ってたらそのおばちゃんが買ってくれたんですよ<お>ガットギターだったんですけど、はい、まあ間違えて。えー でそれをまあ弾き始めたぐらいの時に多分同じぐらいのタイミングでダウンタウンブギウギバンドのコンサート連れてってくれてそのライブを初めて見たんですよい、はい、そ,れはそれもおばあ様がですかそのいとこがそれでバンドかっこいいなと思って、はい、そ,はそんな感じ、まあ、10歳ぐらい10歳ぐらいの時にはい,はい、はい、で、はい その後ビートルズを知ってみたいなしたらまあもう何テレビでチャーさんとかセラ・マサノリさんとか原田真嗣さん五三家っていうんですかねはい、はい、あの辺も出てきて原田真嗣さんもねぐらいの感じですかねお<ー>やっぱバンドに興味があって、えー、バンドをやりたいなと思ったんですよねやっぱ演奏を見るとね、えー、やっぱ生演奏は 衝撃でしたよだいぶそれで、うん、その後そのいとこってだいぶ年上なんですけど、うん、仲間ででバンドとかやってたんですよでそれも練習とかも見に行ったりとかして、うんえー、そういうのもねなんかすごいこうリアルにそんな身近なところで演奏するんだみたいなそれも結構影響があったなと思ってガットギターっておっしゃいましたけどそのガットギターを随分長い間弾かれてたんですか えっとガットギターにエレキの弦貼って <laughs> ずっと使ってたんですけどいやもちろん中学になるぐらいまでは使ってましたよでも壊れるんですよねここはあペ,グペグという鉄,鉄の弦のせいで <laughs> ほんでなんかボロボロになってって安いアゴギュ買ったんじゃなかったっけなまたそのギターってど,どうやって覚えたんですか歌本 <laughs> <laughs> 明星とか平凡のついてくるねーー、えー、ーあれか書いてあるじゃないですかで押さえるとこも一応書いてあるからはい、はい、最初一番最初だからベンチャーズのデケ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 デンドンデンドンデンっていうのをそのいとこのギターで習ってーーそれを延々俺がやってるのを見たおばちゃんがギターを買ってくれたんですよね、はい、まあ別にねギターそんな上手かったわけでもないですし ただやっぱその歌本で覚えてるのもあるからやっぱこう歌を歌うためのものというか伴奏するものというかそういうイメージですねだからかギターがこう早弾きがうまくなりたいとかそういうんじゃなかったですね。はい、でまあそうやってギターを弾きつつ歌もずっと歌ってこられてそう、えー、バンドだから最初部分は僕ボーカルじゃなかったですからそうなんですか、うん、へーギタだだったんだけどははい、はいそれいくつの で中学ぐらいからバンドをやり始めてで高校の時にボーカルがあの受験勉強するっつうんでしょうがなくボーカルをやったんですよその辺からですねボーカルになったらボーカルは俺いけるんじゃねえかなって思った瞬間とかあるんですか <laughs> いやまあでもだからビートルズみたいな曲もやったりとかしてると、えーまあ、ボーカルがいるけど俺も歌うわけじゃないですか音楽。 ハンールだからもうその歌に対してはやってましたからねメ、うん、インボーカルではなかったけどなんか割と自然だ,だったんですよボーカルになったのはただまあ恥ずかしかったですよやっぱりまたこの話出てきますねやっぱり、はい、あのギターの方がよかったなと今でも今でも思います <laughs> あの奥田さんの まあ、新たなきっかけとなった曲として上げていただいた曲があるわけですけども、はい、これは安全地帯の恋の予感なぜですねこれはね高校の終わりぐらい、はい、にちょうど「安全地帯」が出てきて。 聴き始めたんですけど、安全したような曲をギターでやってみようとすると、むずいんですよ。コード進行とかが、ええで。知らないコードとか出てくるんです。それですごいこう、コードの勉強の。になった。曲。曲っていうか、その声の予感だけじゃなくて、全部。アルバムとかも聞いて、はい、まあ、全編そうなんですけど。まあね、<laughs> メジャーセブンとか。はい 何これみたいな僕としてはそれも驚きだったんですよ、ええ、ですごい綺麗なこう曲作るなと思ってで曲も作り始めた頃だでなるほで参考にしてたんですよね、ええ、曲も作り始めた頃にそうやってあのいろんなコードも今まで使ってなかったようなコードも出てくるっていうものに夢中になったっていうのはすごく大きいですね大きい大きいちょうど、んうん、すごい参考になりましたありがとうございます <laughs> 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 安全地帯でもたくさん名曲がありますけど特にこの曲を選んでいただいた理由はまあこの最初の出だしのコード進行が好きだからですね、うん、俺の曲今でもよく出てきますよこのパターンおお<ー>皆さん参考になさってくださいこれ詞もいいですね、うん、これ陽水さんが詞だったんだねこの曲、うん、一緒にやられてますよね陽水 <laughs> さんとね,ね 呂水さんと一緒にやって、はい、その作詞のしかたっす。そうか、うん、もう何かその辺の門から何でもいいんです花瓶なら花瓶でこれで,できたよってこうやってこれさっきの,あ,のあれですよねみたいなやつなわけああなるほど目にしたものをそのまま、うん、そうそうでだけどはい、はい、それそのままじゃなくて、はい、あのあの感じあるじゃないなんか <laughs> 言い回しっちゅうの、はい 独特の、はい、あれでやるから、うん、その辺のものがその辺のものじゃなくなるんですよもう何でも音楽に変えられちゃうってことなんですねそう,かそうかそういうことかと、まあ、だからその取っ掛かりはなでもいいんだなとか、うん、そういう意味ではなんかまあまあもちろん技術が必要ですけどなんか作り方としては勉強になったんですよねそれでそれはあれですかどちらが先なんでしょうあのマシュマロ料理後ですか前前だ、うんうん マシュつながってるの繋がってる…か <laughs> いやでもあの技術があるからねやり方はつまねえすることができてもあんなにはならないよね。雑誌か「ななんんかかで読んだのかななんか陽水さんがずっと NHK の教育テレビをずっと見てます」みたいな話をされたことがあってやっぱね普段からそうやってアンテナを張っとかないとダメなんだな。 <laughs> なんで急にそんなモードに入ってるんですか <laughs> で<何>そういう人の話し聞いたりするで何にも浮かんでこないもんだって大体、うん、でもみんな書いてるみたいですよメモメモでしょメモそれやらないのよ、ね、メモがまめな人は悩まないみたいですよ曲作ったり歌詞書くときに何かでもさ、うん、こう思い浮かんでさ何かいやでもこれメモするほどじゃねえみたいなはい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 っていうのばっかりじゃない確<か>に <laughs> 全部メ,メモするほどじゃないんだよでもそれをしとけば違うのかな確かにメモねでメロディーとかも浮かぶ時あるんですよ、うん、でそれはいざ曲を作る時に思い出せたらいい曲だと忘れるようならいい曲じゃねえと思ってメモもしてないわけそれもで忘れてんだよね 目も大事だわ。しますわ。します。<laughs> いや、いいと思いますよ。本当に。しますわ。<laughs> するかな。<laughs> で、やっぱでも、この玉木さんとか、すごいと思いましたよ。その当時から。今もすごいけど。 一回ライブじゃないや、テレビでさ「M ステか」か、うん、で玉木さんはあこぎで持って出てきてそのままそこで生演奏し,し,してるののはい、はい、リハカメリハはい、はい、を見て「はい、うううう,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 うっ,て言って最初に言ったんですけどはい、はい、うまって思いましたそれだけで。 参りました,と思いましたおーすごいなんかそれ伝わってきますね歌ねそれはでも声の出し方もんかすごいよねなんかここからやっぱり体の鳴らし方というかそうなんですよな体も楽器なんだなってうそうそうそうやっぱ声の,声の質っていうのまあそれこそ陽水さんなんてさ、ねね、何その声みたいな声じゃないですかめちゃめちゃ通るじゃないそうですねあれはもう めめちゃめちゃゃ破壊力ありますよ武器として普通の人は声をこうと届かせようとしてというかいろいろやるんですよ大体みんなはい、はい、ちょっとこう普段話してる声と違う周波数ではい、はい、で俺とかあのハードロックバンド出身の人とかは、うん、リハとかでさ聞こえないじゃん自分の 周りがうるさくてね。周り,周りがうるさいし、ね、安いスタジオのあの PA なんてちっちゃいから、はいはい、その中でこうど,どうにかして聞こえないかって言って、まあもちろんでかい声出すんですけど、その出し方もこうそういう風になってくるわけ。だからちょっとメダルな歌い方になってくるんですよ。はいはい、そういうのでまあ俺はこうで こうなってるんですけどなんかそうじゃない人で陽水さんなんてもうし,しゃべりこいからしてあの居酒屋の奥のバイトの子がこっち向くからねあのわ<な> <laughs> ーってしてる居酒屋ですいませんって言ったらはいってめっちゃ向こうかなバイ, <えっ S 1> バイトの子がもうあいつその張り上げたすいませんじゃないじゃないよすいません,んぐらいい,いいっすよね素晴らしいす,、ね、すごいっすね 俺だってそれはそのヘビメーターの声で言ったらそれは振り向きますけどそのポテンシャルが違ううなとせっかくなので他にもいろいろ伺いたいと思うんですけどもああ、はい、ユニコーンでの活動とソロでの活動はどんなふうに違うって思いますか えと一番大きな違いはやっぱり作業が多いことだよねソロは。曲もたくさん作らなきゃいけないし<ー>歌も演奏も、えー、ユニコーンは何、まあ、な,なら5等分ですからそこは一番違いがあるとこですけどもうそんなになんか音楽性がどうのとかそういうとこはあんまり変わらないですね。 昔はだからやっぱりまあまあ解散したからソロになったんですけどユニコーンでやってないことでまやりたかったことをや,ろやってみようとかそういうふうな考えでしたけどもう再結成してもうごっちゃになってますからねどっちでもいいやみたいになってますからねだからあんまり違わなくなってきてるんですよ。ライブにししてもも楽だだねねユニコーン責任もねご当分だから そそここも、そこもでかいよ、ね、まあパワーも5倍ってまあ5倍までいかないかもしれないけどでもバンドってそういうね人数分だけやっぱりエネルギーも確かに。まあ、でもソロもひ弾き語りはまあちょっと違うけどソロもバンドですから、ね、あ,あまあそうですねうん。だからだからまああんま変わらない人が違うっていうだけの話かなっていうぐらいですけど、はい、だからまあ弾き語りが一番その個人的にはですよ。はい、やりがいがないいな えだって誰からのこの、ね、刺激も受けずに自分で盛り上げて自分でやんなきゃいけないじゃないですか、うん、自家発電ってそしも,もともと恥ずかしがり屋なのによ <laughs> よくやりましたよねそ,それはな、ね、いつもね今から俺一人きりでこんだけ歌うんかみたいなのを最初に思ったらもう急に恥ずかしくなるから。 でもなんか一人きりで球場でとかよくやってますよねほんとだよ球場はね分からないんだよお客さんが遠すぎてはいはいいるもいないかも分からない、はい、だからなんか離れてる恥ずかしくないいまいち恥ずかしくなかった <laughs> あのライブハウスの方が恥ずかしいですよそりゃ近いからでめちゃめちゃいるけどよよく分からないんですよ <laughs> 表情とか見えないじゃんかこう あ失敗したろう今みたいな顔は見えないじゃんだ、うん、かなんかあんまり緊張しなかったんですよねもうなんか心配してててる状況じゃないっていっううかもすすごぎでもやっぱり人日がたりが一番だからこうやだなってことはないけどまあ純粋に揃うっていう、うん、本当に全部自分でこう空間を作り上げなきゃいけない、うん、ということはありますも、ね、でいや俺はや やってよくやっ今日はよくやったぞとかっていうのもねなんか, <laughs> か一緒にやる人がいるといないいとなよっ,てやっぱだいぶ違うよ、ね、まあただねギターと歌で一応共演してんの、ね、よどっちも自分だけどでこうギターはこう,こういうことを弾いて歌はそのた、まあ、タイミングとかも一緒じゃないんですよずらしたりしてるんですよ。 確かにそ,ううそれはだからバンドとは言わないけどもはいはいはいその気持ちはあるあるんですよねなるほどそんかうかまあで本当にデュオみたいな部分もあるわけですねある一人でやりながらねそうなのよあそれは面白いですね、うん、そこはねいろいろやるなよ実はうん。 バレないよ「うにうつむいて歩く」「太陽はどこまでも追いかけて」 曲もとってもあのマシュマロじゃないですけどすごいシンプルじゃないですか。とっても、うん、なんかサウンドもすごいシンプルだし、で歌を聞いたで聞いた時きに何だろう前にタミヤさんとお話しさせてもらったことあるかないか忘れちゃいましたけど、淡々と歌うってうことについてなんか話されてた気がするんですけど、うん、なんかこう感情込めすぎるのはダメなんだみたいな、このなんか太陽が見ているも

平坦にしてったんですよ、うん、あのユニコーン始まった頃はもっとビブラートあったんですけどあそうなんです、ねうん、そのなんかこう楽器っぽくなりたいっていうか、うん、まあ楽器でもビブラートあるやつはあるけど、うん、その演奏にこうから浮かないで馴染みたいみたいなイメージがあって、はい、やっぱこれハモる役から来てるからかなと思うんですけどこれ。 俺の人生でさっき言ったけどなるほどだからこうなんかまあいわゆるシンガーの人とかっても要するにまあオケがあってオケからもうボーンって浮いてんじゃないですかはいはいも,うものすごい存在感ではい。そうじゃなくてこっちにオケの中にオケに行きたかったんだよねだからこんなことになったですね感情を込めるっていうことでし、なくてあの感情を込めすぎるとなんか 泣けちゃうっていうか泣いちゃうからそんな感情込めないんだよみたいなことをおっしゃってたと思うんですよ涙もろいからね自分の歌で泣くのが一番最悪じゃないですか自分で盛り上がって歌ってボロボロ泣いてたら「どっかお前は」ってなるからそこはちょっと心をもうちょっとね落ち着かせないとんか歌われ方もすごくよくて「ああ」って思ってちょっとじわっときちゃいましたけどそうすかありがとうございます あの、うん、ソロのまあ作品じゃないですか、はい、だから最近もうオファーが来ないとやってないんですよはいはいはいソロ <laughs> <laughs> まあまあライブはや,やるときはやるけどだから前作、うん、これの前の作品がハクション大魔王なんですよ、はい、その前がチコちゃんかなチコちゃんがやりましたね <laughs> だからオファーが来ないとやらないんで、うん お願いします。オソロってやっぱりさ、後回しになるんですよ。一人で何にもないのに、曲作ろうとしないから、もう必要じゃないし、今は。だからアルバムとか、例えば作り始めて。<laughs> あと三曲ぐらい作らなきゃな、みたいなのないのよね。うんうん、あんまり。<laughs> まあ、こうやって本当に。 頼んでくれる人がいると助かりますありがとうございました